ギリギリのところで同点ゴールが決まりました、今日の試合どのように振り返りますか。まあ、ワールドカップに向けて今日の試合というのはすごく貴重なあの時間でしたし、その中でこのアメリカと引き分けることができたというのはすごく収穫かなというふうに思うんですけど、やっぱり勝ちきれなかったというところはまだ課題だと思うので、また次の試合に向けて頑張っていきたいなと思います。具体的に途中投入された中で、まあ、どういったことを狙ってピッチに入ったんでしょうか。まあ、相手が 4-3-3 という中で中盤 その横のスペースが空いてくるというのは試合前から分かってましたし、そのスペースを、まあ、右サイドバックのリサだったり、あとはトップ下に入ってたユイとうまく共有しながらボールをこう日本のペースに持っていけるようにしていこうというのが狙いがありました。そしてあのゴールシーンなんですけれど もうワンチャンス見事なコンビネーションでものにしました。あのシーンはちょっとこう長谷川選手がいきなり出したなというちょっと驚きもあったんですけど、いかがでしょう。まあ、少し自分が遅れ気味かなというふうに思ったんですけど、絶対にキーパーに対して2対1を作った方が相手にとっても嫌ですし、ユイにとっても選択肢が増えると思ったので、あそこはユイを信じて走りました。まあ、ワールドカップまであと100日、そして中2日で次のブラジル戦があります。今後どんなことが大切になりますか。まあ、この遠征に来ている23人全員で戦うことは本当に必要ですし、やっぱり今日勝ちきれなかったという部分に関してはやっぱり次の試合勝ちたいなというふうに思うので、次も頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。